はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は私の冬のナイトルーティーンをご紹介したいと思います。夜に私が一番していることといったら編集なんですけども、まあ他にも自分の動画見たり、他の YouTuber さんの動画見たりとかいろいろしてます。で、あとはやっぱり携帯触ってしまいますよね。インスタグラムとかチェックして SNS をやっています。最近はめっきり寒くなってきたので、お茶に結構ハマっていて、結構多めなのは緑茶が多いかな。で、いろんなお茶を集めるのにハマってます。私は結構韓国のバラエティ番組が大好きで、いろいろチェックしたりしてます。まあ足寒いのでね、足を温めながらテレビを見てることが多いです。一段落したら化粧を落としてお肌を休める準備をしていきます。ちなみにこの間私の洗顔方法とスキンケアについての動画を上げたので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。一通りお顔のスキンケアを終えたら、次はボディケアなんですけども、これは私の姉が手作りしてくれたボディクリームなんですけど、シェアバターとマグネシウムが筋肉痛とかに結構効くので、マグネシウムと、あとはラベンダーのエッセンシャルオイルが入ってるボディクリームになります。あと私が夜に愛用しているのは資生堂のリラクシングナイトミストなので、結構安眠にねつながるいい香りがするコロンになります。そしたら今日一日頑張ってくれた私の体へのありがとうの気持ちを込めて、テニスボールと、あとヨガフィールだったかな、この丸いリングみたいなので、ちょっとストレッチをしていきます。結構編集で肩がガチガチになるので、その凝りを次の日に響かないように、今日の凝りは今日取るようにっていう風にしてます。はい、こんな感じの私の冬のナイトルーティンでした。皆さん楽しんでいただけましたか？今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ、おやすみなさい、アンニョン。